それでは高市大臣の記者会見を始めます。本日は大臣からの冒頭発言はございませんので、質疑からというふうに、でも新年でございますのでご挨拶だけ申し上げます。令和5年の新春を迎えまして、今年も皆様におかれましてはお元気で、ますますご活躍をされますようにお祈りを申し上げます。そして引き続きどうかよろしくお願いを申し上げます。はい、それでは質疑に入ります。科学新聞の方もお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。カルシムの方ですけども、何いろいろも端部が終わりだと思いますけども、例えば科学技術とか ある宇宙健康医療各政策についてですね、大臣の今年の抱負をよろしくお願いいたします。はい、それではまず経済安全保障についてでございますけれども、引き続き我が国にとって重要な物資のサプライチェーン強靭化、そして、重要技術の官民協力に関する取り組みを、進めてまいります。それから、経済安全保障推進法の中で、まだ施行されていない、基幹インフラ、および特許出願非公開にかかる部分について、施行に向けてしっかり、準備を進めてまいります。加えまして、セキュリティクリアランスの制度を含む、経済安全保障のさらなる課題についてもしっかりと検討を進めてまいりたいと存じます。また重要土地等調査法については、昨年12月27日に初回の区域指定を、行いました。今回の区域指定が施行されます2月以降、土地等利用状況調査をしっかりと行って、制度の実効的な運用に万全を期してまいります。また科学技術政策担当大臣といたしましては、本年5月に開催される G7 仙台科学技術大臣会合において、G7 の同志国間の連携協力の中で、科学技術国際協力の推進に必要な信頼に基づいて、自由で発展性のある研究エコシステムの実現に向けてリーダーシップを発揮し、科学技術イノベーション分野における我が国のグローバルなプレゼンスの向上を図ってまいります。宇宙政策担当大臣としましては、今年の夏を目途に宇宙の安全保障構想を策定するということとともに、民生分野や科学探査分野も含めて3年ぶりに宇宙基本計画を改定いたします。また宇宙デブリを除去する実証衛星の打ち上げ運用などによって宇宙デブリへの対応を加速するということ、また公共調達による活用などを通じて宇宙分野のスタートアップを支援するということに取り組んでまいります。また近々のことでは、2月12日に予定されております H3 ロケット試験機1号機によります先進工学衛星第一3号の打ち上げに大いに期待をいたしております。またの知的財産戦略を担当する大臣として申し上げますと、日本のイノベーションを活性化し国際競争力を強化していくために、スタートアップ科学の知財エコシステムの強化、知財無形資産の投資活用促進メカニズムの強化、国際標準の戦略的な活用の推進、またデジタル時代のコンテンツ戦略の推進などの施策を官民一丸となって推進してまいりたいと存じます。また健康医療戦略を担当する大臣として申し上げますが、次世代医療基盤法について個人情報をしっかりと保護しながら医療情報の研究開発における利活用がさらに進むように、昨年末に行われた有識者等からなる検討会の議論を踏まえまして、法改正に向けて取り組んでまいります。
またワクチン開発生産体制強化戦略に基づきまして、引き続き今後 の感染症危機に備えた、ワクチンの開発生産に向けた取り組みを進めてまいります。非常に幅広い分野を担当しておりますけれども、しっかりと目配りをしながら、一つ一つ着実に取り組みを進めてまいりたいと考えております。また国民の皆様の代表機関であります国会に対しましては、担当する政策についてご理解を賜れますよう真摯に説明をしていきたいと考えております。以上でございます。今いただきます。はい、後藤さん、NHKの申します。よろしくお願いします。昨日、甘利前幹事長がですね、人気番組の方で、今後の少子化対策を進めるための財源として、将来的な消費税の増税の引き上げも、検討の対象になるという認識を示されたと思うんですが、それに対しての大臣の考えを教えていただけますか。番組については拝見しておりませんので、あまり、先生のご発言についても承知をいたしておりません。いずれにしましても、岸田総理が年頭会見で、異次元の、少子化対策をしっかり進めると、おっしゃいました。おそらく今年の夏、骨太の方針ぐらいの時期に向けてですね、政策を練り上げていくんだろうと思っております。その後のことはまた、特に税は、党の方で、与党の方で、決めると、いうことでございますので、いろいろな検討がなされるのかもしれません。どうかよろしいでしょうか。すいません、ちょうど失礼しました。先ほど宇宙関係でスタートアップ支援というような話もあったんですけれども、民間企業 の宇宙産業への参入についてちょっと改めてお伺いしたいと思います。昨年 iSpace の話もあったかと思いますが、最近、日本でも民間企業の参入が活発になってきたというところで、今後さらに民間企業の参入を促すにはどのような通信のステップとして必要だと考えているのかしら。宇宙の開発利用というのも多くの民間企業の活動によって支えられています。iSpace のようなスタートアップを含めて多くの企業が宇宙産業に参入してくださるということが極めて重要だと考えます。政府としてこれまでもさまざまな支援策を進めてきてはおります。例えばスペースデブリ除去技術の獲得に向けた技術開発実証を民間企業と実施しているということのほか、人工衛星ロケット関連の技術開発支援を実施しております。また衛星データを利用した新事業を促進するための支援も行っています。そして宇宙を活用したビジネスアイデアコンテストのような新しい宇宙ビジネス創出に対する支援も実施しております。宇宙ビジネスを行うベンチャー企業などへの支援策も講じております。先ほども申し上げましたけれども、しっかりとこう、民間企業の技術を、政府の方としても活用していく、そういった取り組み、調達などに、かかる取り組みも重要だと私は考えます。できるだけ多くの企業が、宇宙産業に参入できるように、引き続き支援策を実施してまいりたいと思っております。もう帰ったでしょうか。今日も平野さんです。共同通信の平野さん、ありがとうございます。昨年末にですね、高度な情報不正が求められる特定秘密を漏洩したとして特定秘密保護法違反の疑いで海上自衛隊の一等海佐が、処分された事案がありました。この事例の受け止めと、こうした事例を踏まえた上でですね、大臣が導入を目指している宇宙ピンクリアランスの必要性や導入に向けたスピード感について改めて教えてください。特定秘密保護法違反ということで、これは非常に重大な事案でございます。しかしながら、それがしっかりと発覚をして、そして、特に特定秘密保護法の場合は刑事罰で、非常に厳しい、罰則が課されることが想定をされます。しっかりと法律が機能したと
まあ、いうことであったろうと思います。まあ、今後二度とこういう事案が起こらないように、防衛省の方でも、再発防止策を、ご議論いただいているんですが、まあ、これ初めての事案ですから、まあ、防衛省の方で、考えられた再発防止策を、この特定秘密を保有するですね、各省、保有していない役所もありますので、まあ、保有している各省に対して、まあ、共有していただきたいということはすでに防衛大臣にもお願いしたところでございます。そして、まあ、セキュリティクリアランスとの関係でございますが、やはり特定秘密保護法ができたおかげでですね、日本が、まあ、同盟国また準同盟国、友好国とさまざま機微な外交情報また、防衛にかかる情報などの、やり取りを行っていくということが、スムーズに、できるようになりました。まあ、そういう意味ではきちっとした、まあ、かなり厳しい、法律でありますけれども法整備ができたと、まあ、いうことは非常に大きな、ことだったと思っております。で、まあ、セキュリティクリアランスということになりますと、これは産業版、まあ、いわゆる特定秘密保護法で求められるような、まあ、信頼性調査の、まあ、産業版、ということになりますので、まあ、これもやはり日本企業が、海外の政府の調達から弾き出されないためにも重要ですし、また、海外 の, まあ、民間企業同士の、まあ、取引でもセキュリティクリアランスを求められることがございますので、まあ、そういった取引から弾き出されないということも重要です。また国の研究機関同士の共同研究などでも、まあ、今いわゆるその産業分野においてですね、まあ、それでも機微な情報だと言われるものがたくさんあると思いますので、しっかりと日本が友好国同志国と信頼関係を築いて、そしてまた日本の企業がビジネスチャンスをしっかりと得られるようにセキュリティクリアランスの検討は進めてまいりたいと思っております。どうかいかがでしょうか。よろしいですか。あ、です、すみません。先日通信の鈴木ですが、この場合詳しくないかもしれないんですが、奈良県知事選についてお願いします。大臣の秘書官をなさってた平木さんが、まあ、既に出馬表明されてて、で、まあ、現職の新井さんも出馬表明なさいましたけれども、まあ、ご所感と今後どういった形になっていくでしょうか、見通しになればお願いします。まあ、優れた方々が多く、まあ、奈良県政を担うことに意欲を示していただけるというのはありがたいことだと思っております。そして自民党だけじゃなくて、まあ、他の、政党に対しても、おそらく推薦依頼を、まあ、私になっていることだと思っております。自民党奈良県連といたしましては、今年の今月の15日に選対会議を開いて、まあ、推薦依頼の取り扱いを、検討するということになりますので、まだ何も決まっておりません。よろしいでしょうか。はい、それでは本日の高木大臣に伺います。ありがとうございます。お疲れ様でございました。